皆さん、こんにちは。今回は中田翔選手が引退を発表した件についてご紹介していきたいと思います。もはやチーム再建のお荷物かと言われているのは、中日中田翔選手の現役引退が現実味を帯びてきています。最下位に低迷する中日の救世主として立浪監督が直接口説いての加入で、ドラゴンズファンも期待していました。その一方で、中田選手のこれまでの言動に疑問感を抱いているファンも多くいて、中日は応援するけど中田翔は応援できないといった声も聞かれました。結果的に中田選手の2024シーズンは怪我の影響もあり、期待を裏切る形になりました。スポーツ紙遊軍記者の話としては、中日は今後チーム立て直しのため新監督探しに奔走することになりますが、誰が就任してももうかつてのような中田の出番はないと思われます。出場機会を求めて巨人を出て中日入りしましたが、結局来季は1軍でプレーできる保証はありません。昨オフに2年総額6億円で中日と契約し、チームの中心打者として立浪和義監督の期待を一身に集めましたが、故障などの影響で出場はわずか62試合にとどまり、打率2割1分7厘、4本塁打、21打点に甘んじている状況です。現在は2軍暮らしで、9月20日のオリックス戦には6番1塁で先発出場し、2打数無安打1四球、これまで1軍昇格にふさわしい成績は残していません。チームの現状を考えれば、来季以降を見据えて将来有望な若手を率先して起用するのが常道。前室の有軍記者も、今更中田を1軍に上げたからといってチームに大きなメリットは生じないと思います。ただし、中田選手の人気は全国区で、営業面でのプラスは期待できると言われています。地元放送関係者が言うには、甲子園のスターだったし、選手としての実績もある、試合に出るか出ないかで放送の盛り上がり方は違います。できれば試合に出続けてほしい選手であることは間違いありません。その存在感の大きさに期待を寄せるのですが、低迷続きのチーム状況を考慮すれば、そんな悠長なことは言っていられません。中田はああ見えて繊細な部分がある。高給をもらっても針のむしろに座るような状況に耐えられるかどうか、もう1年契約が残っているからといって漫然としていられるほどずぶとくないですからね、と前出した有軍記者はコメントします。今オフの動向から目が離せなくなりそうです。そんな中田選手は、今季限りでの現役引退を発表した埼玉西武ライオンズの岡田雅俊選手について投稿しました。皆さん、引退試合行ってたくさんの笑顔を送ってあげてください。あいつは泣き虫やからすぐ泣くと思うけど、と呼びかけました。大阪桐蔭高校時代にバッテリーを組んだ元相棒でツーショットを掲載。高校の時から最高の親友、ライバルだったすごい選手です。マサの笑顔は人を安心させる力がある。同級生にあいつがいて誇りに思う。ほんまにお疲れ様。最後に野球を楽しんでください、と伝えました。最後に、俺も他人事ではないけど、最後にマサを全力で応援します、と綴った中田選手。コメント欄には、感動の声や、翔さんもまだまだ頑張ってください、翔さんまだ引退しないでくださいね、頑張ってる姿まだ見たいです、と応援するファンが参見されました。そんな中、中田も引退したら、と水を差すような書き込みが。これに中田選手は、せかさなくてもそろそろやから、とリプライを送りました。削除されたのか現在書き込みは確認できませんが、このやり取りが SNS 上で拡散され話題に。コメントの返しに余裕がありますわ。対応が大人ですね。中田の方が何枚も上手だな、と反響や、こんなことを本人に言える神経が怖い、スポーツ選手へのリスペクトなさすぎる、捨て垢っぽいアカウントで人の人生に偉そうに口出ししてるのは人としてやばい、本当にこういう人には野球見てほしくない、と憤るユーザーも見受けられました。そもそも中田選手には、これまでのエアガン乱射事件や暴行事件により世間の風当たりは厳しくなっています。そのため、活躍できなければ引退しろというヤジも多くなってしまうのは仕方のないことかもしれません。では、中田選手のエアガン乱射事件と暴行事件について振り返ってご紹介していきますね。高卒ルーキーとして日本ハムに入団した2008年には、入団直後の春季キャンプで報道陣に
エアガンを乱射したという事件がありました。ルーキーイヤーの2008年春季キャンプでは、連日の取材構成にストレスが溜まっていたのか、宿舎の窓から持参したエアガンで報道陣を狙撃。幸い誰にも当たらなかったから良いものの、当時中田の面倒を見ていた球団スタッフは手に負えないと嘆き節でした。高校時代から注目を浴びていた中田選手ですが、プロになってさらに注目を集めたためストレスが溜まったようですね。しかしこれまでも甲子園で活躍し注目を集めた選手はたくさんいました。報道陣にエアガンを乱射するというのは前代未聞でした。そして中田選手の野球人生を最も狂わせたのは2021年の暴行事件ではないでしょうか。4日に函館で行われた DeNA とのエキシビションマッチの開始前のことです。被害に遭ったのは20代の A 投手。ベンチ裏で最初は和やかに話をしていたものの、突然中田が激高して A の顔面を殴り、続けざまに胸付近も殴打した。吹っ飛んだ A が壁に腰を強打し、予定されていたその日の登板を回避せざるを得ない状況になったといいます。被害に遭ったのは入団6年目の投手、井口和智選手だったそうです。井口投手はもともと中田選手を慕っていたそうですが、どうすぎた、可愛がりに嫌気をさしていたようです。もともと A は中田の子分で、しょっちゅう食事や飲みに行っていた間柄でした。しかし一軍でそれなりの実績は残しているものの、このままでは現状維持の状態から抜け出せないと、最近になって中田選手と距離を置き始めていたと聞きます。中田選手からすれば、今まで散々飯を食わせて酒を飲ませてやったのに何なんだという不満があったみたいで、それが暴発してしまったようです。成績不振から八つ当たりになったと見られています。この年は三振した直後にベンチでバットを叩きつけて破壊したり、ベンチ裏で転んで右目を大きく張らせたりと、素行不良が目立っていました。中田選手は引退会見にて、まずはこのような場を設けていただきありがとうございます。自分自身まだやれたと思うんですけど、周りのレベルが高すぎて終わりを感じました。ここまで応援してくれて本当にありがとうございました。というとでも思ったか、この毒されクソ野郎どもがエアガンぶっ放してやるから覚悟しやがれ。おらあ、どうだ、それが痛いって感覚だ。痛いか、痛いよな。次は実銃だぞ、おい、おらあ、と会場を困惑させていました。いかがでしたか。今回は中田翔選手が引退を発表した件について紹介してきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。